でもやっぱりそこはせーの桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。ということで今レッスンしてるんですけど、終わりかけで今、そうでも配信しに行っていいよって言ってくださって優しい、そう本当に優しいミーヨンさんとかスタッフさんとかが今いいよって言って、そう配信そうしていいよって、もう優しすぎてもう感動しちゃう、本当に優しい、ありがとう。そう西がちょっとそわそわしてて、あでまあちょっと過ぎてもなんか5分ぐらいでもやろうかなとか思ってたんですけど、そう優しい、本当に優しさで溢れていて、もう感謝、はい、ということでもう15分ぴったりにちょっと終わろうと思います。もう10分ぐらいに、10分過ぎたら名前ランキングを呼んでみたいな形にしようと思います。本当に優しい。ということで本日はソロイベントでした。朝から夜までありがとうございました。イベント自体はねお昼の部夜の部っていう感じで分かれてて、そう2年ぶりぐらいのあのソロイベントだったので、とっても楽しかったです。あのなんだろうね、あの本当にまあ今回からすごいなんだろう、イベントでの声出し OK だったりとか、まあすごくファンの方の近くまで行ったりとか、そう近くで写真撮ってもらったりとか、いろんなことが盛りだくさんで、ちょっと歌とかもねちょっと緊張してモゴモゴってなっちゃったとことかもあったんですけど、そうファンの方が温かく見守ってくださったので歌い切ることができました。うん、そういろんな企画もやったりとか、今日はゆっくり寝れそうだ。明日久しぶりに朝ちょっとゆっくりできそうなんですよ。それがちょっと嬉しくて、うん、そうなんです、今日はゆっくり寝ます。うん、いやでもやっぱり改めてソロイベント本当にいいなって思った。なんかやっぱりファンの方との距離がすごい近くて、うん、お初めてリアルイベント参加したけどめっちゃ楽しかったって、およかった。なんか今日初めましてって言ってくださる方とかもいっぱいいて、いっぱい、ごめんいっぱい思った、でも何人かいて、そうびっくり、なんかそう嬉しい、うん、なんかああいう
ね、事務所のイベントってなんだろうね、こう新しい方が来づらいというかっていうことがあったりするんですけど、でも初めましてって言ってくださる方が来てくださったりとか、そう、わりかし最近好きになって初めて生のももちゃんと会いますみたいな方とかは結構いらっしゃって、そう、今日はアンケートっていうか、なんか夜公演だったかな、で年齢のことをファンの方に聞いて、10代の人、20代の人、30代の人みたいなっていうのやってったんですけど、なんかほぼほぼなんか年代もなんかすっごいバランスよく来てくださってて、どの年代がめちゃめちゃ多いとかあんまなくて、で男性の方も女性の方もめっちゃ多くて、本当になんか老若男女って感じだったから、なんかね、なんかすごい嬉しくなった。なんだろう、誰が多かったら嬉しいとかそういうのも一切ないんですけど、ただなんか幅広い世代の方からこう応援してくださってるんだなと思ったらすごい嬉しくなった。うん、そうね、なんか嬉しい。眠うん、あとなんだろうな、あと今までで一番ステージって感じで、会場がめっちゃ良かった。またここでやりたい。 DDD 青山シアターやったっけ、この会場すごく好きかもしれない私。なんかしっかりアコでチームメイトのイベントできちゃうんじゃないかっていうなんか感じのぐらいの広さがあったから、そう、そうなんです、めっちゃ良かった。またアコでやりたい。大西好き。130人だけって、そう、こうあんまり多く、なんか本当はキャパが200人アコ入るんですよ。でも200人ぎゅうぎゅうで入れちゃうとお見送りが今回1人10秒ぐらい、大西のこう目の前に来てくださった時に10秒間ちょっとおしゃべりと撮影とみたいなっていうのがあったから、ちょっと200人だとちょっとだいぶ時間かかっちゃうよねってなって、それ考慮してちょっとマックスまでは入れずだったんですけど、うん、終わったっぽいな。どの曲が一番緊張したって、今日6曲やったんですよ、昼夜合わせて。で、なんだろう、だらしない愛し方、なんかちょっと緊張したな。 唯一の AKB の曲やけど、なんか夜公演一発目っていうのがあって、一発目じゃないか、いや、待つ、いいですか、私も始めて、あ、やる、あお疲れ様です。おつー、マオピョンが来た、来ました、お疲れ様です。いやー、あー、大丈夫か。そうか、え、マオピョンやってないんだっけ。やってないです、全然。あ、本当に、なんとなく気分です。え、嬉しい、やったー、ね、お疲
れだ。お疲れ様です。ね、うちら今日途中合流組だからね。そうです。途中合流組でした。マジで頑張った。頑張りました。イエーイ、初めてじゃない？確かに初めてです。嬉しい。珍しい2人だと思う。嬉しい。どうもー。こんにちは。こんばんはだな。めっちゃ疲れてるやん。めっちゃ疲れてる。こんばんは。いやー。あ、マホピョンはバスケだっけって。そうです、バスケしてました。イベント？イベントです。初めてプロの方のバスケ見て応援してきました。いやおもろかった。おもろかったです。めっちゃだから白熱しちゃって。あれじゃん、なんだっけ、何ですか、クロコのバスケじゃない、あースラムダンク。あ、そうだ、スラムダンクだ。何でも好きです、バスケめっちゃいいやん。そう、実はでも今日応援してる時に、うん、あの自由に食べたり飲んだりできたんですよ。え、お酒飲んで、え、お酒飲んでたの？飲んでた。まあそれが良かったんやもんな。いや大丈夫です。うん、そう良かった。よく来れたね。でも全然大丈夫でした。本当軽く飲むね。軽く一杯だけなんで。強いなマジで。ちょっと眠くなりそうだったけど、なんとかあの移動中眠かったけどレッスンで起きました。起きました。よかった。大丈夫でした。おもろ。飲酒した後やったんや今日。最高やん。いいな、また飲まんな。そう、飲みましょうよ。せやで、うんうん、そうなんです、ありがとね。飲みながらバスケとか最高かって。いやマジで最高。そうマジで最高です。いいな、うん、主語コンビかってそでもね、大西マジでそんなことないのよ。本当ですか、うん、でもエッセイ書いてますよね、日本酒。そうすごい。え、日本酒だけなんですか。そう、日本酒のエッセイだけ書いて。すごい。あれはたしなんでるから。うーん、飲んではない、たしなんでる、うん、人の顔面にお酒は吹かない。私も吹かないですけどね。吹くじゃん。吹かないですよ。吹いてるじゃない、手に吹いてるじゃない。そう、そう、焼酎飲みました。焼酎を飲んだの。確か、麦焼酎を飲みました。すごいな、レモンサワーとかじゃないの。麦焼酎、がっつり酒飲んでた。なんか地方の、来てたりして。どこでやったん。いや、うん、ホームはこっちの東京なんですけど、うん、そうかそうか、対戦相手の方が、そう、熊本だから、なるさ、あの初めてあれ、会いました、熊本。生で熊本来てたんや。熊本めっちゃ元気でした。元気そう。初めて会ったけどすごかった、圧、圧がすごすぎて。圧って言うわ。めっちゃ圧すごかった、ずっと。圧って言わない。圧って言わないの。圧やばい。そう、あのね、熱量っていうかね。熱量、熱量がすごかった。素晴らしいよね、うん、確かにゆるキャラなのに。ゆるくない。全然ゆるくなかった。いやー、もういたよね。めっちゃいいやん。熱、やばい、眠いね。眠いですね。今日朝早かったですか。朝早かったかも。うん、朝早かった。私はそんな、あ、本当、めっちゃ早くはなかったけど。明日は、明日は普通に早いです。まあまあ、でもめっちゃ激早じゃないです。普通に午前中。普通に午前中ね、ありがとう。明日もレッスンもほぼありますもんね。もうほぼやってるね、ずっとこの時間帯、うん、頑張ってるよね。でももうちょっとやな。うん、もうちょっとですね。20日の、うん、あとだってもう日付超えそうでしょ。確かに、あと2日、今日で2日だから、もう明日、もうちょっとしたら明日だ。明日になっちゃう。すごい緊張しちゃう。やばいですね。今何時？あ、52分か。そろそろ15分経つやん、うん、え、12時までやる？なんかコンコンって呼んでくれるらしいです。あ、なるほど、うん、ちょっとじゃあ私、はい、こそこそあのランキング読んでるので、あ、全然、大胆に大胆にじゃあちょっとこの辺で読ませていただきます、うん、じゃあ、いきますよ。1位、勢いさん、ありがとうございます。やい。そして2位がジョーさん、ありがとうございます。やい。そして3位がハギハギアットマークおもちゃん大好きさん、ありがとうございます。やい。そして4位がサドチアットマークおんちしぐんさん、ありがとうございます。やい。そして5位がカンタムさん、ありがとうございます。やい。そして6位がひーちゃんアットマーク夜のぶさん、ありがとうさん、ありがとうございます。やい。そして7位がちょこそこそ呼んでてくさってきてます。そんなの大胆に読んでください。しかもせっかくこそこそ呼んでるのに何も喋らへんからさ。そう、こそこそ読む意味ないのよね。じゃあちょっと大胆に読ませていただきますね。じゃあいくよ。7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が KITT アットマークソロイベント楽しかったよさん、ありがとうございます。イエイ。そして
キイがそらまりアットマーク大西軍そろいべ最高でしたさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がよっちゃんのゆももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がライオン丸さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がおやちゃん、ありがとうございました。そしてお二人かな、タワーだけ呼ばせていただきたいと思うのですが、1位の方しか見えないや。あ、1位とね、なんかさギフト見れないよね、うんうんうん、やっぱみんなそうなんや、うん、あ、1位と2位の方 OK です。じゃあ読ませていただきます。いきますよ、キョイさん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 、タワーありがとうございます。ありがたわー、ありがとうございます。そしてジョーさん、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 タワーありがとうございます。ありがたわー、ありがとうございます。皆様も本当にありがとうございました。よし、読んだ。ありがとう。お待たせいたしました。ありがとうございます。本当に。でもさ、なんか最近さ、あの新曲のレッスンめっちゃあるじゃん。なんかね、もし魔法襟の魅力にめっちゃ気づいたの最近。なんでですか？可愛くて仕方ない。なんか、なんか二人がさ、可愛くて仕方ないの、なんか。そうだったっけ？なんかね。めっちゃいい。本当ですか？うん、なんか可愛い。嬉しい。なんか、うん、まあ、もちろんビジュアルも可愛いんだけどさ、なんかその可愛いじゃなくて、なんか愛おしい。なんだろう。なんかすごい頑張ってて二人とも。なんか娘見てるみたいな。なんか姪っ子？やばい。娘じゃない、その姪っ子見てる感じがすごいする。嬉しい。そう、めっちゃいい。嬉しいです。めちゃめちゃ頑張ってるよね。うん、なんか止まってんなって思ってる。シュンタさんありがとう。いや、あ、弱虫ペダルが始まるやって。や、始まるの今日なの？今日ですね。それも見てるんだ。見てます。でもリアタイではあんま見てないです。貯めて、うん、後からなんかアプリのあれで見てます。今何個？めっちゃ見てますね今。同時で何個ぐらい？同時でっていうか、6、7とかですかね。いや、マジですごい。え、弱虫ペダルとか、あとヒロアカ、あ、ヒロアカ、クールドジ男子、クールドジ男子、あと氷属性のなんちゃらなんちゃらっていう長い名前があるんですけど、とか、いろいろ見てますね。あ、ブルーロック、あ、ブルーロックを見てますし、すげー、うん、思いつかないくらい見てます。いや、いいな。いっぱいありますよ。ハマりたい。何もハマってないですか？鬼滅ぐらいハマれたの。見てはいる？鬼滅？いや、他のアニメ。見てはない。見てないからきっとハマってない。私んちとかは好きなの。ああ、そっち系ですか？なんかほんわかみたいな。 あと窓マギも好きだった。 あと軽音ってやつ好きだった。あ、なるほど、うん、そっち系。絶対アイドリステップ好きだろうな。アイドリスト？なんて？アイドリッシュセブン。アイリッシュセブン。アイドリッシュセブン。アイドリッシュ。見ましたよね、あの一緒にお酒飲む配信の時に。ああ、はい、見ましたよね、あれです。いや、あれはハマらんわ。いや、あれ絶対ハマります。あれはライブのいきなりのドカンだからあれなんですけど、ちゃんと物語を見てハマりますって。いや、ごめんなさい、あれは絶対ハマる。言い切れます私。あ、だってアイドル、男性アイドルみたいな感じなの。はいはい。でも関係ないですね。ちょっとな。マジでいいです。アイドリッシュセブン。リコリスはいいよね。ボッチザロックとか、ボッチザロックとかじゃあ好きじゃないですか。何系？あの、そっち系です。バンドの、女子バンドの。あ、本当にほのぼのほんわか。でも多分軽音と比べちゃうんだよね。あ、そう、そっか、そうなのよね。確かに、確かに。まあ、ジョジョも見てるけど全然途中。すごいな。いや、羨ましい。才能だよ、うん、おすすめされてますよ。ボッチザロックおすすめ。ボッチザロックおすすめ、うん、あ、ほんと、うんうんうん、気向いたら見てみようかな。うん、ひぐみちゃんありがとう、うん、いや、すごい。キセコイ、あー、キセコイ。あと2分だけど大丈夫。やばい、じゃ、読みます。そう、読みなさい。1位めぐみちゃん、2位エクサーゼット、3位ミック、4位シュンタさん、5位ケイスケ、6位ハムちゃん、7位マメメシ、8位アカネちゃん、9位サカリン、10位ハルハル、11位ペイさん、12位のブキ、13位マリモチオ、あ、間違えた、13位まで、ありがとう。
ありがとう。ありがとう。ありがとう。めっちゃ大西さん。めっちゃ大西さんって言ってくれて。ありがとうね。ね、またね。バイバイ。バイバイ。またね。バイバイ。おやすみなさい。いい夢見てね。じゃあね。自分で着る派ですか？私自分で着る派。本当？バイバイ。